今回は、呪いの器、という話を紹介します。ではどうぞ。日本国内には、至る所に神社や祠がある。その中には人に忘れ去られ、放置されているものも少なくない。普通の日本人ならば、そのような神社や祠であっても、あえて犯す者はいない。日本人特有の宗教観から来る、恐れ、が、ある意味 DNA レベルで禁忌とするからだ。かかる、恐れ、は、異民族、異教徒の宗教施設に対しても向けられる。また、このような、恐れ、や、敬虔さ、は、多くの民族に程度の差はあれ、共通するものである。しかし、そういったものに恐れを感じずに暴いたり、安置されている細部などを盗み出す者たちがいる。その多くは、日本での生活歴の浅いニューカマーの韓国人たちだ。詳しいことはわからないが、朝鮮民族は単一民族でありながら、民族の神、を持たない稀有な存在だという。神を持たないがゆえに、時として、絶対に犯してはならない神域を犯してしまう。神、の籠を持たない身で、神罰を受け自滅していく者が、後を絶たないということだ。この事件もそんな事件の一つだと思っていた。最初のうちは、ある寒い冬の日だった。俺は、キムさんの運転手兼ボディーガードとして、久しぶりにシンさんの元を訪れていた。本職、のクオンさんたちではなく、俺が随伴したのは、シンさんの使命だったからだ。シンさんの顔は明らかに青ざめていた。キムさんもかなり深刻な様子だった。やがて、マサさんもやってくるという。重苦しい空気の中、に、3時間待っていると、マサさんが一人の男を伴ってやってきた。マサさんの連れてきた男は、木島という日本人だった。上背はないが鍛え抜かれた体をしており、眼光や雰囲気で、相当な、狩猟、をした人物と感じられた。これから何が起こるかはわからないが、ただならぬ事態なのは俺にも理解できた。木島は手にしていたアタッシュケースから、古ぼけた白黒写真と、基板でボロボロになった古いノートを出した。新さんも、テーブルの上にファイルを広げ、数枚の四つ切りのカラー写真を出した。両方の写真の被写体は、どうやら同じもののようだ。それは、三本の足と蓋のある、金属製の壺、だった。その壺は朝鮮のものらしく、かなり古そうだった。形は丸っこい、恩義と呼ばれる、家庭用のキムチ壺に似ている。ただ、金属製であることと、底の部分に三本の足があること。表面に何かの文様が、レリーフされているのが特殊だった。表面の文様と形状に、呪術に造形の深い新さんやキムさんは、思い当たるところがあったようだ。それは、一種の、孤独、に用いられたものだった。壺の文様は、孤独、の術に長けた、ある呪術師の一族に特徴的な文様なのだという。しかし、通常、孤独、に使われるのは、陶器製の壺であり金属器は使われない。ましてや、この壺は、鉄器、であり、孤独、の器としては、恐ろしく特殊な存在だということだ。韓国では金属製の器が好んで使用されるが、伝統的なもののほとんどが弓と呼ばれる、真鍮製品なのだという。李氏朝鮮では、初期から金属器の使用が奨励され、食器や細具、楽器や農具に至るまで、あらゆる金属製品が作り出されたそうだ。だが、その素材のほとんどが青銅、あるいは真鍮だった。高い製鉄、金属加工技術を持ちながら、朝鮮半島では鉄は希少で、広く一般に普及することはなかったらしい。温帯気候で樹木の生育の早い日本と異なり、大陸性の寒冷な気候の朝鮮半島では、樹木の生育が遅い。それゆえ、製鉄に大量に必要とされる、燃料の木炭が不足していたのだ。昔の中国や朝鮮は、刀剣などを鉄製品の原料、素材として、日本から輸入しており、それは非常に高価だった。そのような貴重な鉄器を、破壊して使い捨てるのが原則の、孤独の器に用いることは、呪術上の意味合いからも、ありえないことなのだという。この壺は、湯という古物商から在日ネットワークを通じて、紹介されてきたものだった。湯は盗品売買の噂が絶えず、在日社会でも非常に評判の悪い人物だった。本来なら、新さんはこのような男は絶対に相手にしない。しかし、流れてきた写真を見て新さんは驚愕した。それは、日韓併合以前の韓国で、隠然たる力を持っていた。ある呪術師一族が、呪術、で用いた文様だったからだ。なぜ、そんなものが日本にあるのか？その呪術師一族は、韓国の、降伏、のかなり前に滅んでしまっていた。朝鮮総督府は、公衆衛生、のため、朝鮮半島に根深く浸透していた、シャーマン治療を禁止し、近代医学を普及させた。その陰で、多くの呪術師や祈祷師たちは、標準して伝来の呪術を捨てるか、弾圧されるかの二者択一を迫られた。
多くの呪術師が地下に潜ったのに対し、完全と反旗を翻した者も少数ながらいた。この呪術師一族もその少数者の一つだった。新さんの調べによると、湯の紹介の背景は以下のようなものだった。日本全国で、高齢の資産家宅や旧家の蔵、寺や神社を荒らし回っていた韓国人の窃盗団がいた。この窃盗団は、流し、の犯行の他に、顧客、の、注文、に応じた仕事もしていたらしい。日本の美術品、特に仏像や刀剣の類は韓国内や欧米諸国で、熱心なコレクターがいるのだという。参道や街道沿いに建てられた、ありふれた古い地蔵などにも、かなりの値がつくということだ。どうやら問題の鉄壺は、ある人物の、注文、により、盗み出されたものだったらしい。だが、仕事、を終えてすぐに、その窃盗団に異変が起こった。窃盗団のメンバーが、わずか数日間で次々と返しを遂げたのだ。湯の元に鉄壺を持ち込んだのは、窃盗団の最後の生き残りであるパクという男だった。パクは日本国内で逮捕歴があり、他の仕事で下手を打ったために身を隠しており、詳しい事情を知らなかった。パクは盗品の隠し場所から、他の数点の美術品とともに鉄壺を持ち出し、つてのあった湯の元に持ち込んだ。相次ぐ仲間の死と、自分の身辺に迫る気配に恐怖を覚え、高飛びしようと考えたのだ。盗品ブローカーである湯は、パクの持ち込んだ美術品を買い入れた。パクの持ち込んだ盗品の中で、問題の鉄壺は最初、ガラクタ、扱いだった。しかし、パクが盗品を持ち込んですぐに、鉄壺を買いたいという人物が現れた。その男の提示した金額はかなり破格のものだった。だが湯は、商売の鉄則、として、仕入れた盗品を特定の業者以外の、第三者に直接転売することはなかった。どこで湯が盗品を扱っていることや、鉄壺の存在を知ったのかなどであったし、金を持ったまま首を、たパクの死が、湯を慎重にさせた。湯は鉄壺について同業者に紹介し、購入希望者の配合を探った。湯の紹介は新さんの元に届き、とんでもない代物であることが判明した。それは、人の触れてはならない、呪いの器、だったのだ。新さんは、壺が朝鮮の呪物であったことから、詳細を知るために、ある人物に壺について問い合わせた。その結果この鉄壺が、新さんやキムさんの当初の予想をはるかに超える、危険なものであることが明らかになった。この鉄壺の用途は、孤独、などという生優しいものではなかったのだ。鉄壺が安置されていたのは、バツバツ神社、という、人に忘れ去られた無名の小さな神社だった。忘れ去られたというのは正確ではない。触れざる者を人界から隔離するために、人目から隠して混入された神社だったのだ。そこまでして封じようとした、鉄壺の正体は何だったのか？鉄壺の正体は、炉、だった。蓋を開け、中に、あるもの、を封じてから蓋を閉じ、燃え盛る炎の中に入れるのだという。そのために壺は鉄で作られ、そこに足がつけられていたのだ。鉄壺の中に入れられた、あるもの、とは何か？それは人間の、胎児、だった。妊婦を幼稚系にかけ、その子宮から取り出した胎児を、鉄壺に入れて焼いたというのだ。その数、実に12人。年に1人、12年の時をかけた大掛かりな呪法だった。鉄壺の丸い形は女の子宮を表していたのだ。11人の女は、さらわれたり、売られたりしてきた哀れな女たちだった。呪術師に慰み者にされ、こうはらんで時が満ちると切り刻まれ、我が子を、鉄壺、で焼かれたのだ。その恨み、怨念は、いかばかりのものだっただろうか？だが、12人目の最後の儀式は、さらに恐ろしくおぞましかった。12人目の女は、12年間呪術を行ってきた呪術師の実の娘だった。を、された娘の妊娠がわかると、呪術師は彼の息子によって幼稚系にかけられた。時間をかけて切り刻まれた呪術師が生き絶えると、父を子、した息子の呪術師は儀式を行った。それは、半音、の儀式。子、された呪術師を娘の腹の中にいる胎児に、転生、させる儀式だった。所定の時が満ちると、娘は11人の女たちと同様に幼稚系にかけられ、呪術師の転生時である胎児は、子宮ごと鉄壺に封じられた。蓋は二度と開かないように封印され、さらに10年近く呪術師の家に安置されたのだという。醜悪であまりにおぞましい行いだが、この手の、呪いは、やり口が醜悪で無残であるほど、効力が高まるものらしい。鉄壺が安置されていた間、呪術師の一族の人間や村人たちは、一人また一人と死んでいった。村がほとんど死に絶えた時、術を仕上げた呪術師は、鉄壺を持ち出して日本に渡った。日本に渡った呪術師には姉がいた。妹と同様に父親に侵されたが妊娠せず、その後も生き残っていたのだ。彼女は弟を追って日本に渡った。彼女の弟である呪術師は、
鉄壺を持ったまま身分を隠して、日本各地の朝鮮部落を渡り歩いた。本国から身一つで渡ってきた同胞を、朝鮮部落の人々はかくまい助けたが、呪術師の行く先々で多くの朝鮮人が死んだ。弟を追い切れなかった姉は、ある朝鮮部落の顔役であった宗教家に、呪いのこと、弟のことを相談した。自分の手に余ると考えた宗教家は、ある日本人祈祷師のもとに彼女を連れて行った。彼女は韓国で行われていた儀式やそれまでのこと、一族の呪術や、鉄壺について知っていることの、すべてを祈祷師に話した。彼女の話した言葉を日本語に翻訳したものの写し、それが木島が持ってきた古いノートだった。鉄壺、それは、呪いの胎児、を育てるための、子宮、だった。そして、胎児を育てる、養分、となるのは、生贄の命、だった。生贄、とは、それは、呪術師の同胞であるはずの朝鮮人だった。儀式を完成して10年近くも壺が韓国に置かれ、壺を持った呪術師が、日本国内の朝鮮部落を渡り歩いたのはなぜか？それは、生贄の命を子宮たる鉄壺に吸い上げるための、いわば、根、を張り巡らせる作業だったのだ。鉄壺の中の、呪いの胎児、が、標的を呪い、セル強さへと育つまで、生贄の民であり、同胞である朝鮮人の命を吸い上げようというのだ。その数は何万、何十万。あるいは、さらに多く。そこまでしなければ、呪いを成就できない、標的、とはなんだ？木島は淡々とした口調で語った。この呪いは特定の個人ではなく、皇室、を標的とし、124代にわたって継続してきた、皇統を断つことによって、日本という国を滅ぼそうとしたものだと、俺は木島に言った。孤独や生贄を使って、一族や血統を滅ぼす呪法があるのは知っている。しかし、この呪法のやり口はいくらなんでも無茶苦茶だ。大体、無差別、無制限に生贄を必要とするなんて、そこまでする必要があるのか？仮に皇室が滅んだからといって、それは日本滅亡とは直結はしないだろう？新さんとキムさんが呆れ顔で俺の顔を見て、マサさんは深いため息をついた。そして、キムさんは、お前、本当に何もわかってないんだな。まあ日本人だから、無理もないのかもしれないな。そう言うと、この呪法が皇室、皇統を断とうとしたことの、意味を語り始めた。キムさんの話によると、この世界は、多文化、異民族、異教徒を飲み込んで、支配しようとする、支配者、と、非支配者、に分かれるのだという。支配者とは、大まかに言ってユダヤ、キリスト教徒。非支配者は、土着宗教やローカルな文化がこれに相当する。アジア地域における支配者は中華文明であり、日本やインド、朝鮮などを除く、多くのアジア諸国、地域の支配層は、その多くが中華の流れを組むということだ。他者を支配しようとする宗教や文化、王朝は、長く続けば続くほどに、その、影、の部分として、呪術的側面が育っていくそうだ。支配を続けることはすなわち、業、を積み重ねていくことに他ならないからだ。支配、の本質とは、悪、なのだ。それゆえに、王朝や文明は蓄積された、悪業、が、臨界点に達すると必然的に崩壊へと向かう。非支配者や民間の呪術は、支配者や自らを平等しようとする者に対する、抵抗の手段だが、支配者や権力者側の呪術は、破滅へと積み重なる、業、への抵抗なのだそうだ。ある時は疫病を払い、災害を払う、反乱者や散脱者に呪術を仕掛けることもある。支配することによって積み重なった、悪業、が招く、最悪、を払うのが権力による呪術であり、それは徐々に大きくなり、顕在化してくる。それゆえに、本来、影、であるべき呪術が、表面に出てくるようになった文明や国家は、末期的で、滅びが近いということだ。王朝や宗派などは、代を重ねるごとに、悪業、だけではなく、逆に、霊力、や、呪力、も強めていく。だが皮肉なことに、積み重なって強まった、霊力、呪力、は、臨界点に達した、悪業、とともに、破滅への原動力となってしまうのだ。霊力や呪力は浄化への力だからだ。日本は明らかにユダヤ、キリスト教圏や、中華文明といった、エスタブリッシュメントには、属さない存在である。しかし、中華文明圏を脱してからというもの、中華文明による再平頓も、ユダヤ、キリスト教圏による平頓も、完全支配も叶わなかった。それには、様々な要因があった。だが、呪術的側面から見ると、それは、皇室、という、極めて特殊な存在によるものだという。日本の皇室は、通常、王朝の、影、である呪術的部分が、その存在の根幹であって、その他の部分は、支配、や、権威、すら、枝葉に過ぎないということだ。
日本皇室は唯一最古の帝室である前に、最古、最強の呪術の系譜なのだ。エスタブリッシュメントに属さない、存在でありながら、強い力を持つ日本皇室は、本来ユダヤ、キリスト教圏にとっても、中華文明圏にとっても、消し去りたい存在らしい。しかし、最高の霊力、徳を持つ日本皇室と、正面から対立することを、彼らは避けるようになった。天安門事件に端を発する、国家存亡の危機に瀕した、中華人民共和国、が、七個の霊、をもって天皇訪中を奨励し、国難をしのいだのはその高齢だそうだ。殲滅ではなく共存を選んだのは、日本皇室及び日本人が、異民族を併存して、帝国、を運営する力量を持たない民族であることが、明らかになったからだ。直接利害が衝突しない、触れざる者、に、自ら敵対して、再び火傷することを恐れたのだ。日本国、とは、日本皇室の誕生から続く一つの王朝に過ぎない。それゆえに皇室の否定は、日本という国の存在自体を否定することに等しい。本質的に、強大な、力、を持つ日本皇室や、中華文明に併存されない、日本、を敵視する、中国、は、長期的視点で、日本を内側から崩しにかかっている。いわゆる、売国メディアや自落主観がそれだ。自らの王室や、国家、民族に準じた人々を誹謗することは、国の、運気、を非常に損なう、天に唾する愚行なのだという、死人に鞭を打たない、という、日本人の文化は弊害もあるが、国家の、運気、を保つ上で、重要な意味を持つのだ。現在行われている工作は、皇室の呪力、と直接衝突せずに、日本国の、運気、や、霊力、を削ぐ手段としては、呪術的にも理にかなっているそうだ。呪力、霊力、の最高位にある、日本皇室に呪術を仕掛ける。それは、強力であればあるほど自、不幸に等しくなる。少しでもまともな呪術的視点を持つ者なら、絶対に避ける愚行である。しかし、あえてそれを行う者は後を絶たない。一部日本人と朝鮮民族である。朝鮮民族は自らを、小中華、と称し、甚だしくは中華文明の、正統継承者であると自認している。しかしその実態は、大陸の袋小路である朝鮮半島に封じ込められた、生贄、の民族である。彼らの特性は、いかなる外敵の支配にも抵抗しないが、併存、同化はされないという点にある。宿主たる征服者の体内に潜み、その内部を食い荒らし、滅びを加速させる。そして、次の宿主たる支配者、征服者に取り入り、再び食い荒らすのだ。支配者に同化されないため、彼らが独特の民族心理として培ってきたものが、反である。支配者に対する、潜在的敵である、反という民族意識によって、彼らは確固たる独自文化、独自宗教を持たずして、民族としての生存を図ってきたのだった。自らをエスタブリッシュメントである、中華文明の担い手、とする民族的錯誤。さらに、生贄、であることに気づかずに、反日感情を煽られて、自、不敵行為に走る朝鮮人呪術師は多い。しかし、根本的理由は、朝鮮民族の潜在的な生存本能に、負うところが大きいらしい。強力な民族や国家に囲まれた弱小の朝鮮民族が、民族として生き残ってこれたのは、反の精神によって、堅くなに異民族との同化を拒んできたからだった。しかし、最も関係の深い隣国である日本は、外来の技術、技芸、文化、宗教、そして人間までもその内部に取り込み、強力に同化してしまう恐るべき特性を持っていた。日本に渡った同胞は、短期間で日本というブラックホールに飲み込まれ、日本人と化してしまった。古来、日本に渡った者は、エリート、が多かった。だが、そういった者ほど日本への同化、日本人化は早かった。故郷を離れ、異国で世代を重ねながらも、朝鮮民族、であることにこだわりを見せるのは、むしろ低い身分の出身者が多いようだ。日本人の目からは誇張に見えることも少なくないが、日韓併合は朝鮮民族にとって、民族存亡の危機だったのだ。陳さんは言った。たとえ、世代が5世、6世と進み、制度的に不利な身分に置かれようとも、朝鮮民族の日本への帰化は、一定以上には増えないだろうと。朝鮮民族には、他民族に併存され同化されることへの、本能的な恐怖がある。そして、同化力の強い日本という国家、社会において、朝鮮民族としてのアイデンティティの、よりどころとなるものは、国籍、くらいしかないのだと。この特異な性質を持った日本という国を滅ぼすこと、日本という国家の起源とも言える、皇室を打倒することは、朝鮮民族の民族的命題とも言えるのだ。もっとも、最近は日本皇室の、権威、を、自らに引き寄せようとする動きもあるようだが、ともかく、
狂気とも言える、鉄壺の呪法を行った呪術師は、自らの命を懸けるほどに、強烈な覚悟を持って皇室、日本という国を呪った。しかし呪いの対象は、ある意味無限に近い。全世界を敵に回しても、なお平然と存続してしまうほどの、霊力を持った存在だった。鉄壺は際限なく、生贄の命を吸い取る、少なくとも日本国内にいる朝鮮民族にとって、非常に危険な呪物となった。いや、呪術師がこのような、陰湿でおぞましい呪法を組み立てたのは、むしろ、それが目的だったのかもしれない。日本への同化を危機として受け入れようとした、反民族的な、親日朝鮮人を、根絶やしにするための呪法と考えた方が筋が通る。実際、鉄壺を持ち込んだ呪術師の行く先々で、多くの人々が命を落とし、謎の病に倒れた。どのような経緯で確保されたかは謎だが、鉄壺は回収され、多くの朝鮮民族の命を守るために、日本人の手によって、バツバツ神社に安置されることになった。封印は功を奏し、半世紀以上の時間が経過した。当時の関係者はいなくなり、呪いの鉄壺の存在を知る者はいないはずだった。しかし、バツバツ神社は暴かれ、鉄壺は持ち出された。俺たちは、再封印できるかバツバツ神社の確認と、湯の元にあるであろう鉄壺を、確認しなければならなかった。俺は木島と共にバツバツ神社へと向かった。バツバツ神社は雪深い山奥にあった。車で行けるところまで行き、あとは地図と GPS を頼りに徒歩で進んだ。6時間以上かかっただろうか？俺たちは岩だらけの河原に出た。川に沿って上流に向かうと、対岸に黒い鳥居が見えた。川幅は15メートルほどだが、流れはかなり速い。だが、窃盗団は川を渡っているはずだ。上流に向かって10分ほど進むと、岩伝いに歩いて渡れそうな場所があった。俺たちは対岸に渡り、鳥居の前まで戻った。鳥居は高さ2メートルほどの小さなものだった。鳥居には太い鎖でできた輪が、内側いっぱいに広げて吊るされていた。鳥居から奥20メートルほど進むと、焼け落ちた祠があった。火を放たれて、それほど時間は経っていないのだろう。焼け跡の生々しさが目立った。祠の裏は奥行き5メートルほどの、人工のものらしい岩の洞穴があり、最奥部には鉄壺が収められていたのだろうか。直径40センチ、深さ60センチほどの縦穴が掘られていた。ホラー穴の中にも火が放たれたのだろう。黒い巣や油の匂いがかすかに感じられた。俺は木島に、どうですか？使えそうですか？と声をかけた。しばらく木島は目をつむったまま黙っていたが、やがて口を開いた。ダメだな、道がついてしまっている。ここはもう使えない。他の手を考えないとな。日本各地には俗に、パワースポット、と呼ばれる、地脈の集結点や、大地の、木、の湧出点がある。それとは逆に、地脈から切り離され、大地からの、木、が極端に希薄なポイントもある。仮に、ゼロスポット、と呼ぼう。このゼロスポットは呪物や不浄な存在を、地脈、気脈から断ち切って封印するのに、適した場所なのだという。ゼロスポットは、パワースポットよりも数が少なく、貴重なものらしい。発見されたゼロスポットは、祈祷師や神社などが把握し、監視しているということだ。この神社も、ある祈祷師のグループが見つけて管理していた、ポイントの提供を受けて混入されたものだという。朝鮮人の、命、を生贄として吸い取る鉄壺は、日本人の神官によって封じられた。今回、木島が呼び寄せられ、マサさんやキムさんではなく、俺がバツバツ神社に赴いたのも、道、がつくのを恐れたからだ。生贄である朝鮮人が足を踏み入れれば、壺に、命、を吸い取られ、吸い取られる筋道が外界への、道、となる。窃盗団の韓国人が足を踏み入れたことで、このスポットは聖域ではなくなってしまったのだ。日が落ち始めていたので、俺たちはバツバツ神社の洞穴で夜を明かすことにした。洞穴の奥で寝袋に潜り込んでいると、やがて睡魔が襲ってきた。浅い眠りに入りかけたところで、不意に意識がはっきりした。だが、体は動かない。いわゆる金縛りだ。やがて、ひそひそ話す複数の声、赤ん坊の泣き声、女の悲鳴が絶え間なく聞こえてきた。俺はもう、金縛りや、声、くらいでおたつくほど、うぶではなかったが、場所が場所だけに、気持ちのいいものではなかった。俺は徐々に金縛りを解き、立ち上がった。俗に言う、幽体離脱、と呼ばれる状態だ。幽体離脱、は、コントロールされた夢の一形態だ。俺はホラー穴の外を見た。ホラー穴の外には、X 字に組まれた木に手足を縛られた、血まみれの女が貼り付けにされていた。手に刃物を持った血まみれの男が、女の耳や鼻、ブサを刃物で、切り落としていく。女が浪費のすべてを削ぎ落とされて、人の形をした赤い塊になると、男は女の膨らんだ腹に刃物を、引き立てた。
凄まじい女の悲鳴。まぶたのない女の目が俺を睨みつける。男が女の腹から何かを掴み出し、こちらを振り返った。男が掴んでいたものは、へその緒の繋がったままの胎児だった。えぐり取られて眼球のない男の顔が俺の方を向くと、男と女、そして胎児が口々に呪文のように、滅ぶべし、と唱え続けた。あまりに賛美な光景に俺は凍りつき、やがて意識が遠のいた。俺は木島の、おい、という声で目を覚ました。ホラー穴の中の気温はかなり低かったが、俺はびっしょりと嫌な汗をかいていた。ランタンの黄色い光に照らされた木島の顔にも、油汗が浮いていた。どうやら木島も同じものを見ていたらしい。俺が木島に、あれは、と問うと、木島は、夢だ、だが、現実でもある、と答えた。夜明けまではまだ時間があったが、俺たちは眠らずに太陽が顔を出すのを待った。山を降りた俺と木島はマサさんと合流した。マサさんと合流すると、俺たちは鉄壺を買い取った盗品ブローカー、湯の元へと向かった。俺たちは湯の指定したスナックを訪れた。店は古く、かかっている曲も昭和の古い演歌ばかりだった。事前情報によると、湯は50代前半の年齢のはずだった。しかし、目の前にいる男の顔は明らかに老人のそれだった。時折激しく咳込みながら、人狼煽る湯の顔には、誰が見てもはっきりとわかる、思想、が浮いていた。マサさんが湯に、鉄壺はどこにある？と聞くと、湯は、西川という男が持っていった、と答えた。俺は、西川？在日か？と尋ねた。すると湯は、いや、あんたと同じ日本人だ。ただね、バックがやばい。奴は〇〇会の幹部だ。湯が口にしたのは、韓国発祥の巨大教団の名前だった。確かにやばい。その教団は政界や財界、裏社会とも関係が深い、危険な団体だった。日本を、サタンの国。天皇や皇室を、サタンの化身、とし。日本民族を、朝鮮民族の奴隷とすることを、教義とするカルト教団だ。下法をもって皇室に呪いをかけたとしても、全く不思議ではない狂信者の群れ、それが、その教団だった。言うわ。俺も色々と訳ありの仏をさばいてきたが、あの壺は極めつきだ。引き取ってくれるなら、金を払ってもいいくらいだ。さらに、くくっと笑うと、いきなり大人数で押しかけて、持っていかれちゃったんで、代金をもらってないんだ。顔に傷やあざはなかったが、ワイシャツのはだけた湯の胸にはない出血の跡があった。いつまでも鉄壺を渡さない湯に、業を煮やした西川たちは、湯を痛めつけて鉄壺を奪っていったのだろう。あんなものはいらないけれど、ただで持っていかれるのは面白くない。欲しかったらあんたたちにやるから、取り返してくれ。マサさんが、わかった。そうさせてもらうよ。と言うと、俺たちは席を立ち店を後にした。帰りの車中、後部座席で木島がマサさんに、どうする？と声をかけた。マサさんは、俺は荒っぽいのは嫌いなんだ。監視をつけて一週間ほど泳がそう。そうすれば、向こうから壺を渡したくなっているだろう。キムさんの手配で、クオンさんたちが、西川家やその取り巻きを監視している間に、西川とその周辺の者たちに、次々と、不幸、が訪れた。普通ではありえない短期間に、事故や急病による死が相次いだ。西川自身も飲酒運転の車に突っ込まれて、重傷を負っていた。この間、と言って木島は西川の元を訪れ、問題の鉄壺を手にして戻ってきた。木島が戻ってくると、マサさんは俺に紙包みを渡して、湯のところに届けてくれ、と言った。持った感じ、100万と言ったところか？俺は、前のスナックを訪れ湯の居所を聞いた。湯はすでに死んでいた。俺たちが去った後、前日、目が覚めると酔いつぶれるまで飲み続け、再び目が覚めると飲み続けるという生活を、続けていたらしい。湯には家族はいなかったが、別れた女がいた。俺は女の元に金を届けた。女は、そう、あの人が死んだの。と、感情のない声で金を受け取った。戻った俺はマサさんに、壺はどう処理します？バツバツ神社はもう使えませんよ。と尋ねた。すると木島が、お前、今夜、壺と一緒に夜明かせ。心を空っぽにして壺を、見続ける、んだ。お前の思いついた方法で処理しよう。と言った。俺は、待ってくれ、西川たちは日本人だけど、死人が出ていたぞ。大丈夫なのか？鉄壺の周辺で相次ぐ人の死に、俺はかなりビビっていた。バツバツ神社から盗み出されて以来、この鉄壺の周辺で死んだ者は、神社から盗み出した窃盗団が5名。鉄壺を持ち出したパクと、買い取った湯。西川と共に自動車事故に遭って死亡した西川の妻。心筋梗塞で死亡した西川の父親、冬の寒空の下で大量に飲酒して、投資した西川の部下など10名に達していた。しかも、西川の周辺の死者はみんな、日本人だったのだ。
神社のホラー穴で見た生々しい夢のこともあって、俺はこの鉄壺についてはかなりナーバスになっていた。マサさんは大丈夫だ。お前は日本の神々の加護を受けている、真っ当な日本人だ。壺の中身もお前に危害を加えることはできない。余震場できたとしても、今のお前なら自分の身を守るくらいの力は十分にある。西川たちは日本という国や日本民族を害そうとする邪教に魂を売り渡して、霊的に日本人ではなくなっていたのさ。加護を失っただけではなく、裏切りによって日本の神々を敵に回していたんだ。あの教団の教義を見ろ。あんなものに消えする輩を、お前は同じ日本人と認められるか。まあ、あの鉄壺を放棄したら、今の日本じゃ命を落とす日本人も、少なくはなさそうだけどな。大丈夫だからやってみろ。俺はマサさんや木島の言葉に従って、鉄壺と夜明かしすることになった。急遽、マサさんがレクチャーしてくれた瞑想法に従って、俺は心を空っぽにして壺を、見、続けた。やがて、ホラー穴の中で見た、地獄のようなイメージが脳裏に浮かんできた。真っ赤な灼熱の荒野で、貼り付けにされた血まみれの女たちと、その足元に転がされた赤ん坊。まず俺は、明るい日差しの真っ白な雪原をイメージした。次に、雪解け後の春の草原のイメージ。瞑想によって、スクリーンに浮かぶ景色は、俺のイメージに従って変化した。俺は、綺麗な女の裸体をイメージしながら、女の縄を切り、足元の赤ん坊を女に抱かせた。すると血まみれの母子は美しい姿に戻った。俺はイメージの中で同じ作業を繰り返し続けた。気がつくと、俺と11組の母子の前に、ホラー穴で見た眼球のない血まみれの男が立っていた。血まみれの女が男を見つめる。我が子の胎児に転生し、自ら封じられたという呪術師だったのだろうか。俺は女たちの怯えを感じた。俺は男に、見ろ、ここはもう地獄じゃないぞ、と語りかけた。すると、男の顔には目が戻ったが、滅ぶべし、おのろう。という男の声が聞こえてきた。俺は、あんたは日本人に転生しても、日本を呪うのかい？と問いかけた。男の意志の揺らぎを俺は感じた。俺は、先ほどまでの赤い灼熱の地獄を思い浮かべて、みんな、あそこに戻る気はないってさ。あんた、あそこに一人で留まるかい？と問いかけた。俺の脳裏に、嫌だ。という、強い言葉が響いた。男の姿は消え、目の前に血まみれの女と赤ん坊がいた。俺は先ほどまで繰り返した。治療のイメージ操作を行って、男だった赤ん坊を女に抱かせた。すると、女たちは一人また一人と消えていき、最後の母子が消えていった。その瞬間に俺は脳裏で問いを発した。お前たち、どこへ行きたい？やがて、景色のイメージが消えて、脳裏の、スクリーン、は暗くなり、俺は瞑想から覚めた。最後に問いを発した時に浮かんだイメージ。それは陸の見えない、果てしない、海、のイメージだった。俺はそのことをマサさんたちに伝えた。マサさんは、そうか、わかった、と答えた。俺がマサさんのレクチャーに従って、イメージを操作した瞑想法は、供養法の一種なのだそうだ。俺には呪術や祈祷の儀式についての知識がなく、成仏のイメージがなかったことが、成功の鍵だったようだ。また、長い間神社に封じられて浄化が進んでいた、鉄壺の呪力がまだあまり戻っていなかったことも、幸いしたようだ。春分を待って、鉄壺の本格的な供養が行われた。花や酒、果物や菓子を備えた祭壇に、僧侶の度胸の声が響き渡る。俺は手を合わせて、瞑想で見た壺の中の人々に、どうか成仏して、あの世で幸せに暮らしてください、と祈った。日を改めて、俺たちはキムさんのチャーターした漁船に乗って、海上に出た。やがて、船は停船した。空はよく晴れ、波も穏やかだった。マサさんが、これで終わりだ。最後はお前の仕事だ。と言って鉄壺を俺に渡した。ずしっとくる鉄壺を俺は両手で持ち、できるだけ遠くへと海に放り投げた。大して飛ばなかった鉄壺は、あっという間に海の底へと沈んでいった。鉄壺を沈めた海に俺たちは花束を投げ、酒を注いだ。手を合わせ、しばし黙祷をすると、再び船のエンジンが始動した。俺たちを乗せた船は、港へ戻る航路を疾走し始めた。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。